1882年の大彗星とは、1882年に太陽に接近し、大彗星となったクロイツ群の彗星である。この彗星は、見かけ上太陽のすぐ脇にあっても、天体として認識できるほど明るくなった。彗星の命名規則による符号は C/1882 R1。1882年9月の大彗星とも呼ばれる。C/1882 R1 は、1882年9月の朝に突然現れ、すでに肉眼で見える明るさとなっていた。南半球の人々が観測し、一番古い記録は9月1日にキボーミネとギニア湾で観測された記録である。ただし、ニュージーランドのオークランドで9月3日に報告されたのが最古とする説もある。天文学者による最初の記録は、ケープタウンにおけるウィリアム・ヘンリー・フィンレイの記録である。彼は9月7日16時に3等級で約1度の長さの尾を持った彗星と記録している。その後、C/1882 R1 は急激に明るくなった。9月13日には木星に匹敵する明るさとなり、尾の長さも12度となった。9月16日には、尾が中央で分割されているのが見えるようになった。また、その日には、白昼でも見えるようになった。9月17日にはたった14分間でも明るさが変化するのがわかり、また金星よりもはるかに明るくなった。この時の尾の長さは1度と短くなったが、これは、尾が太陽の反対方向に向くため、地球から見ると角度が浅いためである。1882年9月17日に C/1882 R1 は近日点に達した。近日点距離はたったの116万 km であり、太陽表面からの距離は46万 km と極めて近い。C/1882 R1 は近日点付近の太陽に極めて近い距離でも太陽に次ぐ明るさの天体として認識された。視等級は推定 -17 等級であったと推定される。フィンレイは現行フィルターを用いて太陽に接近する C/1882 R1 を観測した。太陽の裏側に隠れる直前まで太陽の円から尾が見えており、まるで沸騰しているようだと述べている。そして太陽の裏側に隠れると C/1882 R1 は急激に見えなくなり、尾も観測されなくなった。通過には1時間58分かかったとされる。デイビッド・ギルは9月18日に、それまでは確実に一つであった C/1882 R1 が4つに分裂して見えることを報告している。これは C/1882 R1 の核が太陽に接近しすぎて、潮汐力によって分離したと考えられている。近日点通過後の9月30日、フィンレイとエドワード・エマーソン・バーナードは C/1882 R1 の核が細長く見えること、それが2つに分裂して見えることに気づいた。10月17日には、これが少なくとも5つに分裂して見え、明るさが変化することに気づいた。ダストトレイルは10月中旬まで観測された。10月18日には、少なくとも核が6つに分裂したとの報告がなされた。最終的には核が6つから8つに分裂したとされる。核の分裂によって近日点通過後ろ暗くなる彗星が一時的に再び明るくなり、12月には明るさのピークに達した。その後は明るさが徐々に減っていったが、分裂したにもかかわらず1883年2月までは肉眼で見えた。観測された最後の確実な記録は1883年6月1日のベンジャミン・グールドのゴルドバでの観測記録である。C/1882 R1 の軌道の研究は発見当初からなされた。最初は1843年の大彗星と1880年南天の大彗星は軌道がよく一致しており、はじめは C/1882 R1 の回帰と思われていたが、その後の研究によって4つの核の軌道がわかり、実際に回帰するのは最も短い鋭角でも669年後の2551年、最も長い D 角では952年後の2834年と考えられている。ハインリヒ・クロイツは C/1882R1 の軌道を計算し、C/1882R1 と似た軌道を持つ太陽に非常に近づく水星群が一つの巨大な水星が砕けた無数の破片に由来すると示した。後にこれらの水星はクロイツの名前を由来とするクロイツ群と呼ばれることになる。また C/1882R1 とドゥトイと水星、イケガや赤水星は軌道が非常に似通っていることから、X1106C1 と呼ばれる水星の分裂した破片であるとする説もある。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUC1882 R1AJPL スモールボディデータベースブラウザー @ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTC 1882 R1PJPL スモールボディデータベースブラウザー @ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTC 1882 R1CJPL スモールボディデータベースブラウザー、@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUC 1882 R1DJPL スモール、ボディデータベースブラウザー、@ABCDEFGHIJC 1882 R1 ゲイリー W クロイク S コマターグロフィ @AB コープランド&ロース&ザコメット 1882-2SAO NASA ADS @AB エフェメリスオブザグレートコメット B1882SAO NASA ADS @ABCDEFGH ザグレートコメットオブセプテンバー 1882SAO NASA ADS @AB フラグメンテーションヒエラルキーオブブライトサングレイシングコメッツ&ザバース&オービタルエボリューションオブザクロイツシステム2 The Case for Cascading Fragmentation The Astrophysical Journal @ABC The Great Comet of 1882SAO NASA ADS on Mr. Hinley Esprit Perarian Observations of the Great Comet 1882-2SAO NASA ADS @ABCD Note on the Nucleus of the Great Comet 1882SAO NASA ADS。ありがとうございます。